総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。最地セブンコープ、31回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは準決勝第1試合トラマッスル VS シルビーの後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。シルビーさん、またちょっと隠れ巨乳の話で申し訳ないですけど、うん、俺のね、あの大胸筋触ったじゃないですか、うん、俺もし勝ったら隠れ巨乳触るってことあります？ないよ。ない、いや、それないか。ねえか。ちょっと待って、何言ってんの。頭おかしいでしょ。いや、ワンチャンあるかな。普通の顔していったらなんか通るんじゃねえかなと思って。ねえよ。ない。ルパンのアマデジでワンゴール決めた後、北斗無双へ移動していたマッスル。さあ行こう、ユリア、ユリア、よっしゃ、やったー。大移動後192回転で大当たりするも、確変昇格はならず。するとその直後、一瞬曲がりつつもウィーンって変動する感じでしたよね。よしよしよし、よかった。シルビーが2万3000円の投資で確変大当たりをゲットします。すると今度はマッスルが、しゃい、はい、時短中に見事確変大当たりを引き戻し、いやー、これはでかい。まあ頑張ったもんでしょうね。まあ引き戻し込みで9連チャンですね。1万2000個ぐらい出てくれたんで。まあでも今確変中だもんね。まあ多分リードはしてるだろうけどね、どっち行くことか分かんない状態ですね。じゃあね、ただ俺の出玉知らないはずですから、まあ後から見てちょっとびっくりさせてやりましょう。隠れ巨乳揺らしてやりましょう、ね、シルビーが連チャンを抜けたところでぴったりハーフタイム。現在トラマッスルが優位に立っていますが、その差はわずか。全く予断を許さない大接戦となっています。今回戦いの舞台となるのは埼玉県草加市のサップ草加店。草加産業道路沿い、大きなボーリングのピンが目印です。パチンコの設置台数は540台、持ち玉大移動、出玉の共有は NG です。最新人気機種はもちろん、一パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカープ準決勝第1試合後半戦キックアイ。はい、それではこれから後半戦がスタートします。今持ち玉が、7箱で、だいたいプラス7000個ぐらいで、ね、僕とかそうなんですけど、シルビーさんで、ね、意外と差が少ないですよね。3000個4000個ぐらいか、そのぐらいだと思うんで、結構ね、後半戦もこれどっちにでも転ぶんじゃないかというところなんですけども、まあ多分ね、多分というか、まあ、ほぼね、持ち玉尽きない限りずっと打つと思うんで、まあ、なるべくね、まずは回転率を落ちないことを祈ってちょっとね、打っていきたいと思います。はい、はい、後半戦が始まりました。ですね、前半戦で、ね、持ち玉が結構できましたんで、このまんま2本打っていきたいと思います。いやー、でもね、勝ってると思ったんだよ。折り返した瞬間、まさかね、マッスル、あのマッスルが余談でしょって、もっとね、さらに出してたとは思わなかったんで、こっからまさかのね、追い上げるという感じで頑張っていきたいと思います。さあ、現在リードするマッスル、後半戦も先制のゴールと行きたいところですが、おお、あるぞ。100、100、10、うん、あー、おー、いた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 、行くんだ、100、100、100でしたけどね。さあ、後半一発目、よし、いいぞ、気合い中、いろ、ああ、いい、いやー、ちょっとこれはチャンスきたね。さあ、もう一発強いの欲しいけどね、ちょっとタイトルしか、あー、弱いか、あー、
バカ。いやー、カロゴなんだった。ダメか、どうだ。あー、微妙。ドン。おお、おほほほほほ、やりました、サップライジングだ。本日11本目のゴール。258回転。いや、いいよいいよ。さあ、確変昇格なるでしょうか。さあ、これは最高最高。あ、昇格はなりませんでしたが、後半戦開始からわずか48回転目で大当たり。さあ、ならば前半戦同様、時短中に引き戻し、大きな連チャンへとつなげたいところですが。おお、あるぞ。どうぞ。おお、割れたら当たり、割れたら当たりだよ。そんなことないよね。チャンスらしいチャンスもないまま一気に駆け抜けてしまいました。残念ながら単発終了です。いやー、まあしょうがない。これはね、まだ後半始まったばかりですから、もう一回引きましょう、当たりを。さあ、ライバルが単発に終わり、事なきを得たシルビー、ここですかさず反撃に出たいところですが。お、この目急に熱い。あれ？通り過ぎた。おお、やった。やりました。3、4、1番。オッケー。ゴール。いやー、一歩しか行かなかった。本日3回目の初当たりは2ラウンド確変。やった。これね、2ラウンド今回50玉ぐらい取れるようになってるんで。あの図柄揃った瞬間くらいに打ってあげるといいですね。今間違えて遅れましたけど。いや、よかった。やめろやめろ。早い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 よ。ゴール。あの、一発も回してないから、電サポも、もう喜んだのもつかの間。核変突入後わずか5回転で通常図柄の大当たり。さあ、しかしまだ核変の可能性も残されているだけに、100回転の時短中に引き戻したいところでしたが、マッスル同様こちらも一気に駆け抜けてしまいました。から格安だったんですけど、結局その後すぐ通常兵器単発みたいなものでした。だったら単発で良かったような気もする。もう上手にね。さあ、一箱の場で多分ここに、どのくらいかな、1500個か600個ぐらいの状態でさっき単発が当たったでしょ。だからちょうど2000万発ぐらい、1万発ぐらい、1万円ぐらいの弾で、今215回転、16回転か、時短200回転抜け後、まあ周りもね結構戻ってきましたね。いい感じいい感じ。あまりにね何も起きないんで、ちょっとシルビーさん見に行きましょうか。1時間ちょい経ちましたんでね。いや、あの人ね来ない時ちょっと怖いね。当たってる可能性ありますんで。当たってるか寝てる、どっちか。ちょっとなんかね、差し入れてあげようか。間違えて2つ買っちゃった。いや、なんか当たってるっぽくない。なんか当たってるやん。うわ、結構当たってんな。あ、でも過去数は減ってんのか。どういう状態。下にめちゃめちゃ弾あるじゃん。あれでも隣の人の弾か。もうなんか海の島がなんか出玉で大変なことになってるやん。すげえ出てる、すげえ出てる。これこれ
これですか。これだよね。いや、びっくりした。シルビーさんの下にめちゃめちゃ玉あるやんと思って。違う、これ違うんですよ。判明してよと思って。これ違うの、私じゃないの。いや、俺さ、昼間ね、一緒にラーメン食ったじゃん。だからシルビーさん多分眠いんだろうなと思って来たんですよ。眠気を覚ましてあげようと思って。優しい。たら当たってるしね。めっちゃ眠い。え、これ後半入ってから1回目の当たり？後半入ってから2回目です。2回目？さっきが2連だったんだ。さっきのは突角2連。あの、突角で単発みたいなもんです。あ、そういうことね。はい、 OK。 ありがとうございます。ちょうど眠かった。これ単発1回だけ引いたから。お、一応そうだけ。優しい。ドラマス頑張りマッスル。シルビーさんが下に4箱あったでしょ。なんか箱として1箱違う。で、投資がね、俺の方が7500円少ないはずだから、これだから1箱と7500円、まあ2箱分ぐらいか。3000発ちょっとぐらい、4000発いかないぐらいで、向こうはアルカリ時短だもんね。うわー、今日いい試合ですね。まずいな。焦るマッスル。さあ、ここで一気に畳みかけたいシルビーですが、はいはい、単発。いや、伸びないな。ちょっと減らしちゃってるもんね。1,2,3,4,5 箱ちょい、5箱半ぐらい。悔しいな。時間的にはまだ、もう一回引いてそれで言わしとりましょう。頑張りマッスル。タイムリミットまで残り2時間となりました。現在僅差でリードするマッスルですが、すげえ筋肉だよね。おお、行くんだ。一応タイトルかかったもんね。今もう絶対諦めてたわ。このラオウの筋肉作ろうと思ったらね、マジでね。お、赤い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 、あるの？なんか来い。あー、初めての、今日初の龍拳。はー、結局ね、タイトルとテラップはデフォーですから、それ以外のね、チャンスアップがどれだけ絡むかですから。ここだよ、ここここここ大事、ここ大事。やめて、見て。よしよし、行くぞ。ほら、おー、赤ロゴから入りましてね、え、キリンカットイン。そしてよし、赤、これ外しちゃダメなんでしょう。よっしゃ、やりました。ビッグチャンスを確実にものにしました。やりました。マッスル、後半戦2本目のゴール。よし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 、よら、来ました。まあ、3度目の正直だよね。初当たりが格変図柄は大移動後これが初めてです。ありがとう。時短後279回転で大きな追加点、連チャンを伸ばすことができるでしょうか。さあ、ここで引き離されたくないシルビーですが、お、お天気良さそうだよね。良さそうってか悪いっていうか、なんていうかね。でもアイコン出てましたもんね。お、メッシ来た、メッシ。今ね、箱ガタガタ揺れてたやつのアイコンですね。あー、連続は入らないんだ。来い、おー、行った。ショート？ショート？ショートか。あー、くそー。いや、通常ばっか、後半入って通常ばっか。ほんと時短後117回転で後半戦早くも3回目の初当たりをゲットです。さあ、ライバルがラッシュ中だけに、ここでなんとか引き戻し確変突入を果たしたいところですが、なになに、おい、おお、いった、引き戻した。背景がさ、これがもしかしたら雨上がりってやつかな。ゴール。
ちょっとなんか明るい感じのこうファーって光させてる感じだとしたら激アツ 65% とかあります。でまた通常じゃない、注目ですね。ランプ判別の結果は15ラウンドの確変大当たりでした。このエースが入ると、おお16ラウンド確変です。しかもよしよし、タイムリミットまで残り90分。まあ4年か16回取れただけでもね、よしって感じ。まあ4先行ちょいですよね、うん。まあ、持ち球的にはね、前半戦っていうか、まあ、今日通してね、一番最大出球ですから、なんか清水さんが不気味に出してそうなんですよね。ちょっと出球だけちなみにいきましょうか、まあ、どっちみち動かへんねんけどね、こいつから。今俺が8箱ありますんで、それよりもね、少なければいいんですけど、うわ、めちゃある、やってやがる、うわー、やってやがる。でも同点だ、1、2、3、4、5、6、7だ。うわー、めっちゃいい試合やん。起きてる？大丈夫？あ、起きてた、起きてた、起きてた。起きてます。ちょっと、知らん間にめっちゃ出てるやん。そうなんですよ、これリアルゴールドのおかげ、リアルゴールドのおかげ。全然ピンときてない。いや、これうるさすぎて何も聞こえてない。グワングワンって音が。いや、本当ありがとうございます。いろいろと。1、2、3。え、1、2、3、4、5、6、7。8箱目？そうです。たぶんお互い難易度しないでしょ。まあ、こんだけ出ちゃうとそうです、ね。俺もしないから手玉言うけど、俺もちょうど今8箱ある。超いい試合してるから、マジで。いや、今ラッシュ入って抜けたけど、はいはい、シルさん来ないから多分出てんだろうなと思って。え、めっちゃいい試合、すげーいい試合。そんなのマジでマジで。じゃあ投資の分の差ですね、ほんと。なるほどね。多分まああのまま多分打つから、はい、頑張ってるよ。わかりました、私も打ちますんで、7、6、7、8。だから箱数が一緒なんです、完全に。だから投資の差でちょっと勝ってるんだと思う、多分。出してんの、出してんのかい。いやー、やるな。さあ、僅差で追いかけるシルビー、この時短中に引き戻すことができれば逆転の目も出てきますが、お、2回目。高いな。100回転終わりました、時短抜け。もらったと思ったんですけどね、負けてるということで。あと2箱か。安心するためにあと3箱必要ですね。さて一方、現在リードするマッスルですが、心の余裕など一切ありません。一刻も早く追加点が欲しいところ。お、いきなり緑。おー、いいぞ。あー、ここ行っちゃったか。まあ、まだね、残り後半戦も1時間以上あるんですけど、どうかな、あと一発入れれるか入れれるかだと思うんですよね、スティーニー。さあ、どうかな。うここの赤がね、絶妙に意味ないですよね。うん、あの発展するときだと熱いですけど、どうだ。うん、ね、あるか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 、ある、ある。おお、いた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 。
なんか結構これはなんか期待してるような雰囲気あるね、なんか。あさあ、行きます。当たる、おっしゃ、来た来た来た、やりました。マッスル後半戦6本目のゴール、204回転、さっき SC 抜けてから74回転ね。いやー、これどうか、どうなの。5だよ、5。あ、5で追ってるよ、もう。あ、パッパー。いやー、持ってきたね。ここ SC だったら100点だったんですけどね。さあ、シルさんの状況分からんけど、もうほんと接戦だわ、多分。当てて当てられ、当てて当てられて繰り返してるもんね。さあ、この大接戦の状況から抜け出すためにも、この時短中に引き戻し、再びラッシュ突入を果たしたいところですが。おう、普通に。さあ、可能性あるからね、発展してる以上は。弱いけど、おお、熱い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 ぞ、あるよ。おお、いやー、ドキドキするね。うおお、何これ、こんなとこまで減る、当たりかな、チャンスアップかな。おお、17回転、やった。これは時短引き戻しのゴール。うわー、やった。まさに値千金、勝利をぐっと手繰り寄せる大きな一撃です。もう渾身の引き戻し持ってきましたね。これは最高。ちなみにあれなんですよね、いい扉が閉まります。よいしょ、16でした、ね。まあ乗ってくるとね、こういうことですよ、やっぱりね。うん、でね、これうるさすぎて何も聞こえない残り1時間とのことで、そんなね、大事な時にですよ、あの筋肉またラッシュ入れたとのことで。いやー、ほんとなんだ、ほんと力技じゃないですか、またラッシュ入れたの。いや、どこまで伸びるかだな。本当そのラッシュで明暗かかってますね。あと私がもう一回引けるかどうか。いや、1時間きついな。あのマッスルラッシュどこまで伸びてるんですかね。あのマッスル、マッスルラッシュ次第では本当北斗無双へどうしなきゃならないですからね。めっちゃ笑ってるじゃん、めっちゃ笑ってるじゃん。ハロー、元気ね。いやー、続いてるな、マッスルラッシュご機嫌かよ。大差をつけられてしまったシルビーはここでついに大移動を決意。7箱分の持ち玉を流します。ありがとうございます。はい、ここね、一回流さなきゃなんないんですよ、ルール上、ハウスルールにのっとり。見えるところがいいよな。シルビーがやってきたのはやはり無双の島。もうここでいいや、あんまり隣デスとか嫌なんで煽られそうなんでね。隠れ巨乳対丸出し筋肉の戦い、勝負決着つけてきます。これでダメだったらしょうがないよ。さて、そんな中トラマッスルはその後連チャンを伸ばすことなく5連チャンのまま ST を駆け抜けてしまいました。まあ引き戻し込みの5連チャンね、十分です。出玉だけで言えば2万個あるのか。まあ30分ぐらいですからね。うわ、
シルビさんが大移動してきてるよ。鬼のやるときやるんですね、やっぱりね。だって一回弾流してからまた元気通したんだよね。いやー、マジか。さあ、いよいよ残り10分を切りました。なんとか大当たりをゲットし、逆転勝利へ望みをつなぎたいシルビーですが、刻々と時間が経過。もう対戦者も筋肉だし、北斗層も筋肉ばっかだし、筋肉ばっかだ。本当に筋肉大好きなシルビーですが、さすがにちょっと触傷気味。そしてそのまま何も起こせず、もうこれでしょうがないですね。認めましょう、負けました。はい、最後まで頑張ったんですけどね、残念です。はい、それではマッスルさんのね、喜ぶ顔を拝みにエンディングに行きたいと思います。お疲れ様でした。両者揃って初当たり5回の乱打戦は終始リードを保ったマッスルが最後に突き放し快勝。その名に恥じぬ剛腕ぶりを見せつけました。実践中です。お疲れ様でした。いや、熱い試合でしたね。いや、ほんとね、いい試合だなと思いましたよ。だって俺見に行くたびに当たってるじゃないですか。はい、めちゃめちゃ初当たり早かったでしょ。そうですね、私も勝ったなって思って見に行くたびにそれ以上に出してるんでそう、多分ギリギリこうお互い当てたんですけど、はい、俺の方がちょっとずつリードしてたと思う。そうなんですよね、結局最後そこで差がついたかなっていうところ で最後に俺通常と引いて、はい、引き戻したの、はい、あれがなかったらもうやばかったかもしれない。あ、私やっぱり海で 55% じゃないですか突入が。そこで最後に継続率を求めて北斗武装移動したんですよ。いや、あれ見て俺すげえなと思いました、はい、もうここにかけるしかないと、はい、この女すげえと思う。で最後、はい、実は真剣ゾーン入れてるんですよ。マジで。そうなんですよ。でこれもらったって何にもこんな熱いアクションしてなかったじゃん。いや、だから静かに、いや、これバレちゃダメだと思って当たってからウェーって言おうと思って静かにしてたんですけどそのまま外れちゃって大体さ、当たる流れでしょ、それは。そうなんですよ、流れ作っといたんですけどダメでしたね。いや、そこででもね、持ち玉流して、海の持ち玉、はい、1万個ぐらい流したでしょ。流しました。いや、あそこで勝負来たのはすげえなと思いました。本当、いや、本当考えましたけどね。1個前で桜キュインちゃんってやってるんですよ。はいはい、100倍強いです、本当激弱でしたからね。まあ、本当ですか、ね、でもいい勝負できたんならそれでよかったなと思います。すげー楽しかったですね。もうなんか今日隠れ巨乳対もう丸出し筋肉の戦いみたいな感じじゃないですか。マジで丸出し筋肉なの。丸出し筋肉すぐ出すじゃないですか。すぐ出す。でもやっぱ筋肉の勝ちだなっていうところで、それは悔しかったですね。あ、じゃあ最後キースか記念にちょっと。よくわかんないですただのセクハラそれでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。準決勝第1試合はトラマッスルがシルビーを下し4大会ぶり3回目の決勝進出を決めています。はい、ということで、自身3回目の決勝進出となりました。次のね、決勝の対戦相手が春駆動くん、春駆動さんと、しようねということで、ここはね、ガイドの同門対決で春駆動おいでって言いたいところなんですけど、しようねさん頑張ってください。僕はしようねさんお待ちしております。しようねさん頑張ります。次回のサイチセブンカップは準決勝第2試合、春駆動 VS 塩姉の前半戦、山形の早漏ヒゲだるまと三代目カマセイヌ、モンズ TC、チビノのパチンコデスマッチをドンメッセ